えー、今日ね自転車に乗って、まあ、道を走ってたら前から2人組のマウンテンバイクに乗った外人がやってきて「でちょっといいですか?」って呼び止められたんだよね。では何だろうと思って、まあ、立ち止まったらさ、まあ、こういうことですよ。ちょっと宗教の勧誘みたいな感じでさうんなんて言われたっけかなキリスト教についてあなたは知ってますかって言われて。 キリスト教ですかどうですかねーってでなんかまあ僕仏教徒なんで、ね、ちょっとそういうのはあって断ったんだけどうんまあとりあえずあれだよねてっきり俺近くにさあの国際大学があるからそこの留学生が道に迷ったからちょっと呼び止められたか呼び止められたのかなと思ったら全く違ったねあの彼らはその大学とは全く関係ない あの、ただの宣教師だった、うん。まあでもせっかくさ、なんか、モルモン教について今日まあ、いろいろと出会ったっていうのもあれかな、なんていうのかな。まあちょっと、せっかくだからちょっとモルモン教についてね、いい機会だから調べてみたわけだよ。まあ、どういう宗教かようわからんからね。そしたらなんか、キリスト教の一派みたいだね。てかまあ正式には、 まあ、キリスト教って言ってるんだよ、モルモン教の人たちは。だけども、その、昔からあるカトリックだ、カ,リカトリックとかプロテスタントの人たちは、もうモルモン教の奴らは、あいつらはキリスト教じゃないと。まあ、じゃ新興宗教なんだろうね、この人たちはね。日本の創価学会なんかもそうでしょう。なんか、一応仏教だって言ってんだけども、他の、 なんだ日蓮召宗だっけ日蓮宗だかわかんないけどさ。まあ、他の日本の仏教の人たちは、まあ、奴らは仏教じゃないからって。うん。まあ、日本も、世界も大体似たようなパターンなんだな。信仰宗教の扱いっちゅうのは。まあ、んでその、気づいたのがさ、その、 俺に話しかけてきた外人すごい日本語うまかったんだよね。随分流暢な日本語だなと思って。発音もうまいしさ、うん、不自然じゃないしね、ちゃんと発声っていうか。でか、彼らは何なんだろうって。どういう経緯で来るのかなと思って調べたら、あの、ソルトレークシティっていうとこあるじゃん、アメリカに。まあ、こういう感じのとこなんだけど。ここが、モルモン教の まあ、総本山というか、まあ、あの、日本だとさ、天理市ってあるじゃん。あれ、天理教の作った町でしょ。モルモン教徒が、モルモン教徒が作った町がこのソルトレイクシティで、で、ここにね、大きな語学学校があって、で、まあ、派遣先の、まあ、日本に派遣される人だったら、日本語みっちり学ばせてって。 で、まあドイツに派遣される人だったらドイツ語をみっちり学ばせてってそういうシステムがちゃんとできてるらしいねだから今日俺に話しかけてきた流暢な日本語の外人もこのソルトレイクシティの語学学校で日本語を徹底的に叩き込まれたんだろうなうんなるほどねしかしなんかすごいい <laughs> い幻想的な街だなうん 一回ちょっと行ってみたいなソルトレークシティでまあどういうことをやってるのかなと思ったら結構なんか厳しい競技みたいでえっ、ー、となんだろうコーヒーとか紅茶日本茶アルコールは禁止ですっていうでなんだろう英会話 無料の英会話教室をまあ、巻き絵にしてねこう勧誘してるらしいね、まあ、今回俺そんな英会話どうのこうのっていう話はなかったんだけどさうん、うん、でまあさらに調べてみるとさなんかやっぱり悪い噂とかも出てくるわけだよ何だったかな 一夫多妻制がどうのこうのとか、うんまあ、ちょっと悪い噂忘れちゃったな。でいい噂もあって、まあ、家族を大事にする、まあ、そういうスタンスの宗教だとかさ、うんまあ、本当のところはどうか知らんけどさ。 そうねまあ俺はそのもう何だろうブッダの瞑想っていうかまあビパッサナ瞑想っていうブッダの瞑想をやってるしブッダの考えがいいかなと思ってだからちょっとキリスト教っていうかモルモン教はあんまり興味ないですって言って断ったんだけどねうーんでもねなんか 逆に良かったよ。話しかけてきてくれて。あの外人が話しかけてきてくれたおかげで、こうやって、モルモン教ってどういう教、教義なんだろうっていう、興味が湧いて調べたわけだからね。これでまた、少し知識がついたね。うん。興味が、 出てきたらやっぱすぐ調べるっていうのは大事だね。今インターネットなんかでさ、サクサクっと調べられるじゃん。昔なんかやっぱ図書館に通って本見てって結構めんどくさかったけどさ。軽くちょっと表面だけどういうものかなって調べるだけなら、インターネットで割とね、簡単に調べられるし。まあ、さらに深く踏み込んで調べたかったらね、Kindle Unlimited とかで多分モルモン教って検索したらいろんな書籍出てくんじゃないかな。ちょっと検索してみようか。はい、ちょっと待ってね。 あほら結構出てきたなあ,あでもあれかただの本はこれだけであとは大体お金取ってる感じだねうん,うんでもやっぱりさその宗教を学ぶっていうのは大事だよな仏教にしろキリスト教にしろまあその 国民の人間性とか考え方っていうのが分かってくるからね。うん。例えば儒教だったら、あ,あの、親とか年上の人を敬いなさいっていう教えが結構強いわけじゃん。で、韓国が儒教の国だから、やっぱり日本では考えられないぐらいさ、やっぱ年上に気を使ったりするわけじゃん。それ元はやっぱり儒教があるわけだからね。そういう感じで。 そのの国民の根本を知りりたたかっっっらやっぱり宗教を調べろってことなんだろうね、うん。だから多分モルモン教なんかはささっき調べたらもうお茶とかコーヒーすらそういう嗜好品を取らないっていう結構お堅い感じだからさこのソルトレイクシティも勤勉な人が多いのかななんて勝手に想像してるけどね。うん まあ今日はちょっと、モルモン教の、まあ勧誘にあったということを、まあお話ししました。うん。そうね。